藩長とは、江戸時代の幕藩体制から明治初期の不藩権制にかけての藩の役所を表す用語。語としては、県の県庁等にあたる。江戸時代の藩政の拠点のことを明治時代以降に当てた用語である。類義語に藩譜があるが、この語は、江戸時代に藩が江戸に置いた役所を指すことがある。また、明治時代の不藩権産地制下で、 地方行政の区画として設置された藩の地藩事が政務を行う役所のこと。江戸時代の藩の藩長は、大名の居城や居所のことで、城や屋敷に設置して大名が支配する領内の行政業務を取り行う。城持大名以上の藩は城に、城主閣以下の城主閣と無城大名の藩は城を構えることが許されなかったことから、領内に屋敷を置いて藩長とした。 こうした無常大名の屋敷のことを俗に、陣屋というが、江戸時代では、居所や在所と称した。中には、藩長を設けない藩もあった。藩長を中心に栄えた町を、陣屋町と言い,い、城の場合は、城下町と呼ばれた。根岸重雄を執筆、林秀夫監修、天野出版工房編、恩君引き、古文書辞典歌手は処2004年。 ISBN 978から4から760124718。西賀、谷康博ほか、著、上角の見方、調べ方、ハンドブック東京堂、出版、2008年、ISBN 978から4から490206364。ありがとうございます。